探索した感じはどうでしたか？何もない。今なんか声聞こえる。ここに誰かいますか？自分の言葉に反応した感じなの？痛い。じゃあ今から昆布黒池一人検証開始していきます。今1時40分なんで、まあ、ここから約1時間2時40分まで、まあ、実際に例の目撃情報があるんで、いわくを念頭に置いて検証したいと思います。で、今回設置しているガジェットはカメラがあって、で、カメラを向いてる方向にいわくのある昆布黒池が広がってます。で、いつも通りカメラの目の前に椅子を設置して、で、その目の前にはね、半方位超音波センサーを設置しています。まあ、この半方位超音波センサーは180度前方3メートルまで検知することができるガジェットで、幽霊がね、音波に反応するかどうかといった観点で仕掛けてます。で、少し干渉しないように離れた位置で、まあ割と近めですが、イノさんにドップラを仕掛けてもらってます。はい、こちらではね、定点のね、検証をするためにいろんなガジェットを置いていきます。これが人感センサーですね。ちょっとうるさいので電源は後でつけます。で、今日はね、超音波センサーをこういう形で置いていきたいと思います。で、ドップラーセンサーがあそこにあるんですけど、そこの間でね、何か物が取った時にこの超音波が反応してくれるかどうか反応を見たいと思います。あとは声真似アニマルですね。ちょっと音を小さくしてますので、まあ、聞こえるやろ、大丈夫でしょう。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。超音波センサーも反応してますね。反応してますね。では佐々さん、ヒロゲージをよろしくお願いします。で、あの奥の方で光ってるところがドップラー仕掛けてて、こっちの方向にはカメラと半方位超音波を仕掛けています。お、今のは自分だな。で、半方位超音波とか椅子とかのカメラを設置してるんですけど、ここのね、カメラを設置してるこの後ろ、こっち側にこのノマドテってのがあるんですよね。なんか小さい祠みたいなのがあって、まあ、ここでもね、赤外線人感センサーと声真似アニマルをね、設置します。よろしくお願いします。以上のガジェットを設置して、何か霊的現象を捉えることができるか、設置したガジェットに何か反応があるか居座ろうと思います。もうね、こっちの後ろの方には、まあ、昆布黒池が広がってるんですけど、まあ、改めて曰くのおさらいをすると、男性が首吊りしたことが原因で、男性の霊を目撃されているという曰くと、森林の中で写真撮影をしたらその男性の霊が映り込んでしまう。で、仮に映り込んでしまうと、まあ、事故や不幸に見舞われるという曰くと、あとは近くにね、病院があるんですけど、まあ、そこで亡くなられた方の、まあ、霊が出るという情報があります。まあ、後で写真はチェキで撮るんですけど、まあ、実際に不幸に見舞われるかは今検証できる内容ではないんで、まあ、ただね、一応写真にその男性の霊が映り込むという曰くがあるんで、まあ、どのみち写真を撮ろうかなと思います。
まあ、これらの曰くを念頭にちょっと検証していきます。今ドップラー反応せんやった。空耳？空耳か。ちょっとあの手持ちカメラの右側の奥の方に、見苦しいかもしれないんですけど、ちょっと荷物が映っちゃってます。で、今のところは、まあ、とにかくもう周りがね、まあ、見てわかる通りなんですけど、もうね、一面あたり一帯木々で囲まれてる状態なんで、とにかく環境音がすごいですね。もうほぼほぼひっきりなしで鳴ってますね。で、まあ葉っぱが落ちている音だと思うんですけど、葉っぱ一枚でも数十メートル上から落ちてきたら、なんかあたかも枯れ葉を誰かが足で踏み抜いたみたいな音に似た環境音が鳴ってますね。まあ、あともしかしたら、まあ、動物とかもいる可能性も全然ありそうな公園なんですけど、今日はスズムシも全然聞こえないし、まあ、ちょっとね、車とかが走る車道が、まあ、割と近いんで、車の通る音とかが、まあ、常にちょっと聞こえちゃってる感じなんですけど、それ以外なんか怪しいと思う音はないですね。風もそんなに強くないし、声に聞こえると感じることもない。まあ、深夜の公園っていう感じで、まあ、そんなに恐ろしい雰囲気はなかったんですけど、やっぱり一人検証の始めたては、一人っきりの状況だと雰囲気があるように感じちゃいますね。ただまあ、なんか一人検証してるここは、まあ、開けてるから少し安心感はあるっちゃあるけど、環境音がすごいな。まずトリフィールドを使って検証してみようと思います。びっくりした。今のは動物だと思うけど、まあ一旦トリフィールドやります。トリフィールドは今のところ反応ないですね。ちょっといつも通り並行してスピリットボックスもやっていきます。なんか環境が近づいてくる。いや、気のせいだ。ここに誰かいますか？89、90。もし首吊りもしくは近くの病院で亡くなられた霊がいたら、お話しさせてもらえると嬉しいです。89点、90点、93点。近くに誰もいらっしゃらないですかね。ちょっと声を拾ったであろう周波数帯を確認していこうと思います。笑ってて、はいはいはい、93点あたりで拾ってた物理の声はこのラジオっぽいですね。91点なんかでも拾ってた気がしたけど、ノイズが入ってるからこのラジオかな。ですけど、大体俺が漏れ聞くのは、今度こそ J1 に昇格できるか。で、上がったけどダメだった。まあ、しばらくも J2 に出会って。89点なんかで拾ってたラジオやってるか。それ以外は拾ってなかったっすね、これは。なんで、声がぶつ切りで聞こえてきた、まあ、周波数帯は3、4箇所ぐらいあったんですけど、どれも、まあ、その周辺の周波数を見たらラジオを拾ってたんで、まあ、今回もラジオかなって感じですね。トリフィールドはスピリットボックスを使って検証してみようと思います。
ピリットボックス中は特に反応を示す気配はなかったです。ちょっとざわつき方が、まあ、さすがに動物だと思うけど、びっくりした。スピリットボックスが落ちる音か。ちょっとこれが不安定なんで、スピリットボックスが落ちる音でしたね。なんか自分の目の前で何か落ちてきたかと思った。ちょっと取り乱しちゃいましたが、自分の凡ミスです。いや、周りのねざわつき具合がこれなんか霊的な恐怖を感じるっていうよりもなんか動物だと思いますね。さすがにを落ち着かせるために、ちょっとパイン飴を食べます。まあ公園って言っても、なんかもはや森林みたいな感じなんで、まあ、そりゃ音は鳴るってか鳴らない方がおかしいってのは頭では理解できてるんですけど、どうしても反応してしまうんだよな。まあでもそこまで恐怖感はないかな今のところ。もちろん男性の霊かなって感じるものも見えてないですね。まあもうすぐ折り返しで30分経つんで、設置したガジェットがちゃんと機能してるか確認しとこうと思います。ちゃんと機能してますね。おーい、赤外線人感センサーと声真似アニマルは正常に反応してますね。機能してますね。椅子の前に仕掛けてる3方位超音波センサーも正常に機能してます。でドップラーは検知範囲距離がえぐくて、離れたこの距離でももう検知しますね。ドップラーがね半径10メートルあるから。あ、赤外線虫、赤外線人感センサーも、おーい、声真似アニマルも正常に機能してます。まあ各ガジェットは問題なく正常に機能はしてるけど、まあ綺麗なもんで何も反応ないですね。まあ、赤外線人感センサーは前にも言ったかもしれないんですけど、熱が動いた時に反応するんで、まあ、今回そのガジェットの反応はないんですけど、まあ、せっかく自作して持ってきたサーモグラフィーがあるんで、それを軽く使って確認していこうと思います。これですね。まあ、実際ちょっとこのサーモグラフィー持ちながら回ってみようか。で今ねこのサーモグラフィーに今打ち亀で表示させてますね。で打ち亀だったら反転せずに表示させられます。今自分の顔、今これ顔を左右に振ってるんですけど、自分の顔とあと GoPro を持ってる手が映ってますね。で打ち亀の状態でまあ自分の今なんか声聞こえる。いやー今の微妙だな、なんかちょっと自分も話してて分かんない。あーあれ違うか、ほこらか。まあ今自分の顔と手が中央に映ってて、なんかそれ以外に自分の真後ろとかに、真後ろか横とかに怪しい映りがないか、うろうろくるくる回ったりしてますけど、特に怪しい映りはないな。びっくりした、自分に反応した。サーモグラフィー一応外カメ
にした状態も確認しとこうかな。今外亀にしてて、外亀にするとね、反転しちゃうんで、今自分のね人差し指をこっちの人差し指を右側から映してます。こんな感じで、まあ、画面はどこ向けても真っ青な状態なんで、こっちのね祠の方も、まあ、人差し指は捉えてますけど、特に反応はないな。うん、サーモグラフィーも特に反応ないですね。で、資料使って、まあ、検証してほしいという要望があったんで、ちょっと周りの環境音がすごいけど、まあ、そのね資料ね、スピボーの要領でちょっと初の試みですけど検証してみようと思います。今これ iPhone 手元に持ってます。ここに誰かいますか？鹿。びっくりしょ。何？なんか近い。これって本当に自分の言葉に反応した感じなの？あなたは男性ですか？女性ですか？男。男？あれこれスピボーより上回ってない？首吊りした男性ってこと？いやそんなわけないよね、さすがに。まあちょっと岩国に絡めた質問をしたいんで、首吊りで亡くなられた方なのかちょっと質問してみようか。首吊りで亡くなられた方ですか？痛い。え？何？ちょっと一旦冷静になろう。っていうかさ、シリがそんなこと言う？大丈夫、これはドッキリです。はい？皆さんね、見事に騙されてくれたでしょうか。普段、まあ、っていうか自分たちのチャンネルはやらせとかないんですけど、まあ、ちょっとドッキリを仕掛けてしまいました。ちょっと自分のね見るに耐えない大根役者っぷりで、まあ、ドッキリなのを感づいてる人もいたかもしれないんですけど、まあ、実はシリをスピボーのように扱うことができるか、まあ、いろいろ模索して試したんですけど、どうしてもねそれが無理だったんですよね。まあ、どうやったらシリをスピボみたいに使えるかどうか、まあ、どういう方法で実現できるのか、まあ、ちょっと考えてみたんですけど、実は今使った機能は iPhone のショートカットっていう機能があって、ここにショートカットっていうのがあって、でこれで、あらかじめ何を質問したら何を返すみたいな、ショートカットを設定することができるんですよね。男。そう、男とか。この Siri のあらかじめ質問に対し、どの質問に対して何を答えさせるっていうのを、まあ、設定できる機能を使わないと実現することができなかったっていうのが正直なところなんですよね。まあ、もしかしたら自分たちがその他の方が使ってるようなやり方を見つけられてない可能性もあるんですけど、なんでまあちょっとドッキリみたいなことをやっちゃいましたけど、実現できる範囲での精一杯でした。で、じゃあこのショートカットを使わずに同じ質問をシリにぶつけるとどういうのが返ってくるかっていうのを、まあ、比較として試してみたいと思います。あらかじめ設定されている、4つの質問を
削除します。4個のショートカットを削除で今消えました。ここに誰かいますか？私にはそのコマンドは分かりません。どのショートカットを実行しますか？はい、他の質問も比較としてやってみようかな。ちょっとね、一言一句、質問を再現するために別のスマホで喋ってます。あなたは男性ですか女性ですか？私にはそのコマンドは分かりません。どのショートカットを実行しますか？首吊りで亡くなられた方ですか？私にはそのコマンドは分かりません。あれ全部この答えになるの？Siri がそんなこと言う？すみません、よく分かりません。っていう風にね、ショートカットを削除した状態で投げたんですけど、まあ、今見てもらった通りスピボーみたいに会話することができないんですよね。で、まあ、Siri はね、知ってる人もいるかもしれないんですけど、深層学習って言って、まあ、ディープランニングなんですけど、まあ、ディープランニングって簡単に言うと、まあ、機械がその新しい言葉を取り入れて、まあ、機械が自分自身で学習するっていう、まあ、機能なんですけど、まあ、最初はね、まあ、iPhone っていっぱい持ってる人いると思うんですけど、普段 Siri に対して、話したりしてる内容によって個人の iPhone の Siri が返す返答って、まあ、もしかしたら異なるのかなっていうのも考えたんですよね。まあ、要は Siri が返す返答に答え差が、まあ、もしかしたらあるんじゃないかなと思って、まあ、その辺も気になったんで Siri の、まあ、どういった仕組みでできてるかっていうのを、まあ、ちょっとお勉強したんですけど、まあ、どうもね、個人レベルで、まあ、Siri がどういう返答を返すかって決められているわけじゃなくて、まあ、今 Siri の仕組みみたいな絵が出てると思うんですけど、まあ、音声を認識して何を返すかっていう、まあ、処理が行われているサーバーが Siri の後ろにあって、でそのサーバー自体は、まあ、大きく一つしかないというか、まあ、誰がどの iPhone を使っても最終的にはその Siri の後ろ側にあるサーバーに行き着いて、でそのサーバーがこういう質問が来たからこれを返すっていう処理をしてるんですよね。で、まあ、もしね、今説明した、まあ、アルゴリズムというか、まあ、仕組みが的を得てるんだったら、試しにこの iPhone をね、キャリア通信を、機内モードにした状態で、まあ、返答が変わるのかっていうのもちょっと合わせて見ていこうと思います。これ機内モード入れました。さっきの質問を試します。で今機内モードでキャリア通信行われてないんで、まあ、さっきの仕組みでいうサーバーに行き着いてない状態なんで何かしら返事が変わるはずなんですね。ここに誰かいますか？それには機内モードをオフにしていただく必要があります。まあそうですよね。あなたは男性ですか女性ですか？それには機内モードをオフにしていただく必要があります。まあ、今 AI アシスタント Siri みたいなの、まあ、いろんな大手の IT 企業が提供したりしてるんですけど、まあ、例えば Android でいうと Google アシスタントとか、まあ、他の AI アシスタント Alexa とかは結構あの自由度が高くて、何か違うアプリとかツールとか、まあ、もしくはプログラムとかをかませると、まあ、自分の質問に答えてほしい形に仕組みをプラスすることができるんですけど、まあ、Siri はね、まあ、そこまでの自由度が高いツールも、まあ、公開されてないのかな。なんかそんな感じはしないですね。まあ、なんでそもそも、Siri がなんか人の推しに関連するような過激なワードを言うとは思えないんですよね。多分これ P 音入りますけど、愛とか、とか、まあ、とか、そういう、なんか使い手が不快に思うような攻撃的な言葉をとても Siri が言うとは思えないというか、提供してる Apple 側で、まあそういうワードは除外するようにシステムを組んでるはずなんで、本当に Siri をスピボのように使えるようなやり方に、まあ、心当たりがある人は、ちょっと自分たちの調査不足の可能性も大いにあり得るんで、教えてもらえたら嬉しいなと思います。じゃあすいません、ちょっともう気づいたら1時間以上経ってね、
ユシナスタッフのトミさんとイノさんともう合流しちゃったんで、あ、どうしよう、チェキだけ取る一枚。で、この時はエンディングで確認しますか。なんで昆布黒池、一人検証終了します。はい、というわけで、はい、昆布黒池検証してきましたと。はい。でね、実際に私佐藤がね、まあ、今井野さんのいる位置で居座って岩倉を念頭に検証したんですが、設置したガジェットは何も反応は今回なかったですね。まあ、ただね、探索編とは一変変わって、やっぱり一人で居座るって言ったところで、周りの環境音で、まあ、恐怖心が駆り立たられたところはあったんですけど、まあ、特に何もなかったです。今回ね、佐藤さんに、ドッキリを仕掛けてもらいましたけども、皆さん、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、視聴者に向けてドッキリを仕掛けるというね、はい、お茶目心が出ちゃいました。この心理検証をね、しようと思って、で、スピリットボックスみたいにどうにかして、まあ、幽霊と会話ができるんじゃないかと、まあ、検討したところ、まあ、こういった形でしか実現ができませんでした。で、それが、まあ、ドッキリという形にはなりましたけども、心理検証の時にお話ししてもらっている通り、なんか足音っぽいのが聞こえますよね。ドキリという形にはなりましたけども、まあ、心理検証はああいった形でしか、まあ、実現できないところをね、まあ、ご理解いただけたらいいかなと思いまして、ドキリを仕掛けさせてもらいました。まあ、もしかするとね、自分たちの考えが至らなかったところでね、本当にスピボみたいに使える可能性はあるかもしれないですけどね。なんか他のツールを使ってとか。ですね。ただまあ、理系の自分たちが調べた限りは、まあ、あれがちょっと限界でしたね。そうですね、うん、まあ、ほぼほぼできないと思ってもらっていいんじゃないかなって、なんとかしてしたかったんで。そうですね、うん、そう思いながら調べてできなかったっていうのは、まあ、できないんじゃないかなっていう結論ですね、うん、はい、はい。チェキで撮った写真と、あと優秀なスタッフのトミさんがね、撮ってくれたデジカメをまだ見れてないんで、はい、それをちょっとエンディングで見ます。チェキ見ました？いや、まだ見れてないです。何も映ってないですね。もうそもそも池は映らないですもんね、うん、暗いですし。はい、まず1枚目これですね。ここにオーブが映ってますね。あ、結構しっかり映ってんな。てかなんか綺麗だね、こう見るとね。タンポポのなんか綿毛みたいな、ね、綿毛みたいな、綺麗な。本当だね。今日雨降ってないから水滴じゃないことは確かだけど。はい、2枚目はこれですね。どこ行った？え、なんこれ、なんか顔に見えん、これ。僕の画角からは見えないです、ね、これマジで顔に見える、なんか一瞬思えよ。顔だと思って見てみたら結構気味悪くない？ですね。でも木の後ろの草だよね。うん、ここら草多分こう繋がってるでしょうね。そうだよね。色味が一緒やから草でしょうね。草ですね。まあ、ここの岩くでね、首吊りで亡くなられた方の男性の霊がね、写真に写り込んで、まあ、もし写り込んでたら、まあ、不幸がね、降りかかるっていう曰くがあったんですけど、まあ、チェキの写真でもデジカメでもそう思う写りはなかったですね。そうですね、まあ、オーブっぽいのが、まあ、いつも通り撮れたっていうところですかね。そうですね、ちょっと早くオーブか田舎をもうちょっと踏み込められるような要素をちょっと検討して試行したいですね。というわけで、はい、昆布黒池、はい、霊障なしと。霊障なしですいうことです。はい、まあ、実際ね、探索中の井野さんも一人検証した佐藤も曰くを体験することがなかったんで、ね、全くないです。そうですね、霊障なしとさせていただきましたと。コメントをいただいてね、今日はドキリという形になりましたけども、まあ他にこういうことを試してほしいということがあれば、ぜひコメントください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では YouTube チャンネル登録高評価よろしくお願いします。この先も言いましたけど、コメントぜひね、何でもいいんで書いてください。
まあ、霊障なしでね、届けしますが、気づけてない部分の方が多い可能性大なので、ぜひよろしくお願いします。それでは以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。